皆さんこんにちは。この番組は企業子育てビジネスについて起業家井桁千恵子とスタッフの藤原がゆるーくトークする番組です。今日も始まりました、井桁千恵子のゆるトークの最新回です。はい、アロハー、井桁千恵子です。こんにちは。こんにちは、さとこちゃん元気ですか？はい、元気です。最近のなんかある、最近のなんかあるっていうか、まあなんかいつもさ、なんとなくこう最近どうですかみたいな話とかしてんだけどさ。ああ、最近ね、ドイツはやっぱり、私ドイツに住んでるんですけども、夏なので、ドイツ人ってやっぱり世界一旅行が大好きと言われてるドイツ人なので、急にロックダウンが緩くなりまして。なるほどね。お店が秋、カフェも秋みたいな、ビアガーデンが秋みたいな。なんかドイツって言ったらビアガーデンだもんね。そうなんですよ。すごい人です。外。でもさ、逆にさ、そのさ、なんか夏休みだから帰省を緩くするみたいなところはさ、日本と違うね。本当ですね。日本またあれですもんね。ロックダウンっていうか、緊急事態宣言とかになっちゃったもんね。確かに確かに。オリンピック始まるし、夏だし、みたいな。ああ、でもほら、外人の、やっぱバケーションの取り方ってさ、そう、そこがまず、どう思った？いや、ほんと最高だなと思いましたよ。なんか、なんて言うんですかね、日本は、ワーク、ライフ、っていうの、ワークが先じゃないですか。ああ、まあね。こっちは、ライフ、ワークっていう、ライフが先なんだって思った時に、いいな、やっぱり、すごい余裕さをすごくね、感じましたね。まあね、確かにね、そうだね。やっぱり、そういうとこはね、あるし、あとヨーロッパはさ、やっぱ結構みんな夏休み1ヶ月とかさ、そうですね。なんで旅行行って、だからもう夏はそれこそさ、お店がなんか、フランスとかさ、縛っちゃってたりとかするじゃん。ね、そうですね。バケーションのエリアのところはさ、こう、ちょっと忙しいみたいなね、感じになってたりとかさ、なんかするから、結構みんなね、がっつりさ、あれ旅行行くじゃん。そうですね。その時だけなんか緩んじゃったりね。イタリアとか。そうそう。でさ、日本人でさ、あれさ、こう、なんか旅行ってさ、すごい、お金をすごい貯めて行くじゃん。貯めてから行くじゃん。ああ、そうですね。確かに確かに。あれ知ってる？全然貯めないで行くんだよ、あの人たち。あ、そうなんですか？だってカードで払えばさ、後からさ、払い切るじゃん。1年間で。あ、そうですね。夏に1ヶ月がっつりバケーションをカードですると。それでさ、その後、だから普通の人とかもほら、なんか、その1ヶ月バケーションとか取るとかってさ、なんか、すごいお金持ちの人とか、そのお金に自由になる人とかが、そう、するんだろうと思ってるけど、本当にもう一般的な、もう本当に、なんていうの、ね、普通の人たちがそういうふうにしてるからさ、俺、どうしてお金さ、工面してんのかなっていうか、思ってたの。そしたらもうみんな全然普通にバケーションカードで払って、で、それをほら、ちょこちょこ返していくっていうか、払い切って、最後、それでまた来年、次どうするみたいな感じで、だからまあ、ある意味さ、ちょっとリボ払いみたいな、日本で言ったらリボ払いみたいな感じ。はい。でもそのほら、こう、いい過ごし方っていうか、一年また頑張ろうね、みたいな。そう、バケーション。いや、そうなんですよね。本当旅行、本当に1年前、2年前から予約して、やっぱりいいお部屋からなくなっていくみたいな感じなんですよ。そう。で、早く取ると、まあ、安かったりとか、いろいろ。そうなんですよ。あるからね。やっぱクルージングとかもスイートからなくなったりとか。ああ、そう。そうだね、そうだね。だからさ、やっぱなんか人生の楽しみ方みたいな。いや、勉強になります。そういうのがね、勉強、まあ確かに勉強になるね。
そう、なんかもうやっぱり日本にいるとそれしか知らなかったから、あの旅行とかもで、うん、ドイツ人の先生とその、うん、旅行どうだったみたいな話をするときに、うんうん、これしたあれしたとか言うとなんか日本人だねみたいな、なんかそのプランだけが分かる分かる、忙しすぎるとやっぱり詰め込んじゃうんですよ日本人って。一日目ここ行ってあそこ行ってとか、うん、なんかもうそうで、先生何したんですかっつったら、え、私10日間森にいた、森みたいな、あ、まあね、何にも基本しないよだから、そうなんですって。うちも最初さ、なんか、うん、あ、そう、最初さ、ヨーロッパに、うちの、うんうん、今の旦那さんとヨーロッパに行くのに、うんうん、あ、なんかもう私いろんなとこ見たいじゃんとか思って、うん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 、それ でちょうどなんか日本にうちの息子を置いて、両親にうちの息子を置いて、それで日本から直行便でヨーロッパに行こうみたいな感じだったんだね、ちっちゃかった。ああ、はい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 。そう、それで、あの、息子を連れて行かないっていうプランだったわけ。うんうんうん、うん、それだからさ、なんか私もすごい、なんか初めて行くし、うんうん、あ、イタリアだったかな、初めて行くし、あ、うん、あ、じゃあなんかもういろいろ回りたいから、もうめんどくさいから JTB ツアー入ろうと思って、うん、JTB ツアーにさ、うんうん、うちの外人の旦那を連れて、また忙しいですよ、これ JTB さん。そう、で、私もさ、初めてさ、JTB ツアーとか使って、今までこう、うん、フリー旅行じゃないけど、自分で好きなとこ行ってみたいなのをやってたんだけど、はいはいはい、なんかちょっともう、子育て中になんかすごい、そういうなんか動きとかが疲れちゃってたのか、うん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 、一回の JTB ツアーに入ってみようと思って、日本からその JTB ツアーに入ってさ、行ったの。だちょうどなんか、あれね、ハネムーンシーズンで、もう周りみんなハネムーンの人ばっかりだったの。その中にさ、もうおじさんとおばさんみたいな感じで、で、外人はさ、もう、うちの旦那しかいなくて、おでもうさ、うちの旦那さんも、もうペットみたいになっちゃってさ、そのツアーの。リクさん、リクさん、あ、リクさんがいないとか言って、みんながさ、集合時間とかにさ、いなかったりとかさ、そうそうそう、探してくれちゃったりとかしちゃって。うん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 、でもね、やっぱ、いたせり尽くせりじゃん、なんか日本のそういうツアーって。そうですね、すごいですよね、うん、あのサービスは、本当に。そう、あとほら、もう本当に分刻みでさ、じゃあここで、あと30分だけ見てください、みたいな、そうそうそう、そういう感じでさ。そうそうそう。そう。で、なんかうちの旦那もほら、そういうの初めてだから、もうびっくりして。うん、あ、やっぱりそうなんだ。もう俺はここに残るとか言うわけよ。なんか、いや、俺もうちょっとここを見たいから、ここに残るからとか言って、それでさ、もう添乗員さんに、なんかもう、うちの旦那がここにもうちょっと残りたいって言うんですけど、困りますよね。そんなのダメですよねって聞いたら、あ、いいですよって言われて、そう、いいんだ。うん。もうなんか外人だからもうしょうがないですね、みたいな。その人はなんかもう、通訳、イタリア語がもうベラベラで、ああ、そうなんですね。みたいな人だったから、うんうんうん、ちゃんと帰ってもらえれば、みたいな感じで、ホテルに持ってもらえれば、みたいな感じで。ああ、やっぱ英語ができるからね。そう、お留守番で。だから、もう、夕方までさ、最初の、なんか、落とされたところから夕方まで別行動みたいなさ、そういうやっぱすごい、ね、無理だよね、今度こういうツアーはとかって、その時にさ、でもそうですよね、それはそれでなんかさ面白かったけど、でももう、うん、なんかね、うん、そう、もう本当に、うん、わかる、バケーションね、うん、うん、その違いが本当にびっくりしましたね。そうだね、面白い、面白い、うん、でもさ、重きを置いてるところが、ね、うん、旅行ってやっぱり私本当にさ、なんか子供とかは、うん、もう教育費の一環としてもう行ってくださいみたいなふうに思うのよね。うん、いや本当思いますね、なんかやっぱり社会をいろいろさ見たりとか、うん、もうさ、うん、日本国内でもあってもさ、ね、うん、近所であってもやっぱりさ、うん、場所が変わったらさ、いろんなこう見方ができたりとかさ、こう違う人が住んでたりとかさ、うん、するから、やっぱ、うん、そういう意味ではね、勉強になるじゃん。いやー、ほんとなります。うん。うん、じゃあ何、夏休みどっか行くの、さとこちゃんは。そうですね、スイスと、あと、うん、
1週間スイスイと、あとイタリアかクロアチアか迷ってるんですよね。うん、おー、うん、あ、クロアチアも綺麗だよね。そうなんですよね。でも車、うん、まあ今やっぱコロナの関係で飛行機で行く方がちょっとややこしいから、うんうん、車で行けると考えると、うん、まあね、うん、結構クロアチアかかるからとかいう話をしてて。ああ、そうね。ロードトリップ、うん、あ、オタク全員乗ると家族6人だから、うん。車、大きいバンナーっていうか、大きい乗れるやつね、6人。もちろんね。うん、そうですね。あ、そうだね。うん、あ、そうだね。電車とか、ヨーロッパはね、なんかほら、電車で旅したりとかもさ、できる。ああ、そうですね。うん、うん、うん。でも、ロードトリップもさ、楽しいよね。うん、私はこの間したけど。うん、うん、うん、うん。なんか、二人運転できるんだったらさ、交代できるんだったら、うん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 。楽よ、すごい。そうですね。荷物の、うん、下ろしたりなんとかかんとか。そうなんですよ。やっぱ荷物うち多いんでね。うん。で、飛行場で待ったりなんとかかんとかとか言うよりさ。やっぱそうそうなんですよ。うん。そっか、ヨーロッパって陸続きだからいいかもね。そうですね。いや、だから本当それだけでもなんかもう、うん、あ、す、なんて言うんですか、もう、え、大阪と東京の感じで、なんかもう、うん、え、違う国になっちゃうのみたいなのが、あ、そうですね。ね、すごいことじゃないですか、なんか。みたいな。そうだよね、確かに。大阪国みたいな感じになっちゃってるってこと、ね。そうなんですよ。もう、2時間走ったらもうオーストリア入っちゃうんですよ。そうだね。とか考えたらすごいなと思って。いいね。今いる、あの、駐在でいる間に、まあ、いろんなとこ、いろんな国行きたいよね。そうですね。そうなんですよ。うん、もうそのね、多分冬になったらまた怪しいから、なんかもう動ける夏はちょっと動きたいよねっていう感じですね。そうだね。またね、うん、あれ、ワクチンどうなってんの？ドイツって。ワクチン結構、まあ、現地のドイツ人とかは結構進んでると思いますね。あ、何？あれ、駐在は打てないの？いや、駐在も打てる、うん、どうですかね、まあまあ、でも、待ちますね、だいぶ。ああ、そうなんだ。うん。うん、うん、うん。あんまり最近ちょっと、そうですね。うん、うん、そんな感じで。ヨーロッパってじゃあ、あんまりなの、うん、なんかほら、それこそ国境がないからさ、その、うんうんうん、ワクチン、もう動くよね。ワクチンもっていうか、そのね、コロナのあれも、こうみんなが動くとやっぱり、うん。そうそうそうなんですよね。うんうん。なんかみんなで9月ぐらいやばいねっては言ってるんですけど。みんながその動いた後、どうなるかみたいな感じで。うん。なるほど。そっか。まあでもいいね。っていうか、まあ私も来週から行くんだけどさ、実は夏バケーション。おお、どこ行くんですか？そうそうね、ニューヨーク。ああ、うん、いいですね。そう、ちょうどなんかさ、息子がさ、ニューヨークに今インターンしてるのと、うん、私の方がさ、ニューヨークにいるからさ、うん。そっか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 。そうそうそう、だからね、子供たちに会いに、みたいな。おじいちゃん、おばあちゃんがハワイから行きます、みたいな。いいですね。感じですよね。いや、そこでさ、なんか、うちのさ、孫って双子なのよ。うんうん、あ、そうですね。男の子と女の子でしたっけ？男の子と女の子の、まあ、双子なんだけど、まあさ、この双子がさ、なんか、うん、お母さんのしつけが良すぎて、なんかそれこそさ、なんか、うん、もう全然何、こう、お母さんのシェアとかを、うん、するのね。双子を。私最初に。折り合いじゃなく。そう。今は、この、こっちの子が泣いてるから、じゃあお母さん貸してあげるみたいな感じで、一、うん、人が、その、終わるまで待ってんの、お母さん。あ、すごい。女の子が、なんか泣いちゃって、お母さんに抱っこされてたら、うん、なんか男の子が、うんうん、まあ、まあ、泣いてるのね、みたいな感じで、今いいよ、貸してあげるみたいな、そういう感じでさ。あ、すごいですね。そうなのよ。お母さんをシェアするっていう、を見て、私、なんかちょっと衝撃でさ。すごい。ちっちゃいうちから、なんかだから双子だから、まあ当然さ、二人を一遍にやるっていうことはもう、いろいろと不可能なわけだから、ちゃんとこう、今はこのこと喋ってるからちょっと待っててね、みたいな感じのことを。ちゃんと伝えてるんですね。そうやってて、それちょっと最初、すごいなと思ってびっくりしちゃった。うん、
うん。だから、ね。え、何歳ですか、うん、今はね、6歳になったかな、うん、ああ、そっかそっか。結構ちっちゃいうちからさ、もうお母さんをシェアするっていうのがもう、二人の中で。そう。へえ。そう。だからそこがなんかね。やっぱり双子だからとかそんなんじゃなくて、やっぱ育て方ですね。うん、でもなんか上手に、なんか上手に育ててるよなと思ってた。なんか一人は、なんか、待てるっていうか、ちゃんと待てる子っていうのもやっぱり重要じゃ、うん、その、いや、ほんとそう思う。もちろんさ、今すぐお母さんが欲しいっていうさ、うん、ある、なんか、よくさ、うんうんうん、英語でさ、うん、I want you mommy とか言うのよね。お母さんが欲しいとか言うのよ。うん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 、で泣いちゃってる時とか今すぐお母さんがなんか会いたいとかさ、うん、そういうなんか感情になった時にそういうふうに言うのね、うん、なんかそれって、うん、ああでもその必要な時にお母さんを、うん、まあこうシェアするというか呼ぶとか、うん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 、お母さんの存在みたいなのがさあのちゃんと、うん、うまくしつけるとできんだなってことをさ、なんか。ああ、本当ですね。子育て見ててね、なんかびっくりする、いつも。へえ。どうやっていっぺんに育ててんだと思ってさ。本当ですね。うん、へえ、すごいそうだから、ね。楽しみですね、成長が。ね、あ、うん、そうだね。でも、うん、まあ、あれね、あの、女の子の方が強いからさ、まあ、アメリカは特に。だから、なんか大体男の子が静かに後ろをついていくみたいな感じにはなってるけどね。まあ、ちっちゃい頃特にそうですよね。うん中学ぐらいまであれなのかな。ああ、でも大人もアメリカはやっぱ強いのか。うん、そうそうそう。大人もほら、圧倒的に女の人の方が強くてさ。うん。だからもう、それはもう、ちっちゃい時から、あ、そういうしつけの中で、女の子優先なのね、みたいなさ。ああ。ああ。面白いですね。やっぱ国によって、その子育てをね、見ると。うん。ねえ。なんか今日お悩みなんだっけ、うん、あったよね。そうそう、そうなんですよね。あの、うん、よくママたちと話してて、その、うん、相談っていうか、なんかみんなの悩みの共通点だなと思ったのが、うん、なんか習慣化ってやっぱ難しいよなって話になって、うん、その、なんていうのかな、大人になっても、大人がまず、まあ、うん、ママたちがやっぱり習慣化できないと、うん、やっぱりそれって子供に教えるのって難しいじゃないですか。自分ができてないことをやっぱり教えるっていうのを。うん、だから子供がなんか、この子さ、ほんとさ、なんか続かなくてさ、とか、なんかもうこれやりな、例えば家庭学習で、なんか問題集毎日やりなさいって言っても、もう途中で終わっちゃってさ、とか、なんかそういうふうに、習慣化ってどうやってつけさせてるみたいな話になったんですよ。あ、なるほど、なるほど。うん、でも、習慣、あれだよね。うん、なんかドリルをさ、習慣でやるとかさ、苦痛じゃん、うん、あんなの。そもそもなんか苦行みたいなさ。うん、苦行をやらせようとするっていう傾向にはあるよね。あ、なんとなく。確かにそうですね。小学校とか特にそうかも。うん、だってさ、やりたいことだったら本当はさ、やるじゃん、勝手に続けて。だってゲームとかさ、言われなくたって毎日したいっていう。ああそうなんですよ。うん。だよね。そうすると、なんかさ、うん、なんか習い事、ちっちゃい時のその習い事のさ、なんか練習したら上手になるものとかさ。うん。例えばさ、ピアノとかはさ、もう絶対にさ、うん、練習しないと絶対に上手にならないじゃん。あ、確かに確かに。そう。で、ある日突然さ、急に上手になるとかないじゃん。うん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 。そう。ね、ある日突然勉強がわかるようになるとか。もううん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 、ないようにさ。だから、うん、そういうなんかさ、絶対に練習しないととか、野球とかまあスポーツとかでもそうだけどさ、うん、ね、最初からもちろん天才みたいになんかバーってできる子とか、まあ、中にはいるけど、基本的にはさ、コツコツ練習してとか、コツコツ何かをして、上手になるっていうのを、なんか楽しいこととしてさ、ちっちゃい時に習慣にしないと、うん、まあ、継続が難しいよね。なんか急にさ、小学校に入ってからなんか勉強習慣づけましょうとか言ったってさ、そもそも、確かにそうですね。そう、やってないっていうか、そのやることによってどういうさ、うん、こう、楽しみとか、うん、なんか喜びとかがさ、あるのかっていうのが、
わかんないじゃん。あ、そうですね。それは本当そうかもしれないですね。だからそういう、だからまあある種さ、その習い事ってさ、まあ意味があるっていうかさ、そういうのも、だから習い事がさ、続かない子も、まあもちろんさ、いると思うしさ、それ向いてないとか合ってないとかやりたくないとか、なんかいろんなそんな理由じゃん、なんか、親に大体やらされて始めた習い事とか、まあまあまずそんなに続かないじゃん、うん、確かに、なんかね好きなこととかじゃないとさ、だからなんかその好きなことをこうなるべくこう長く続けられるようなものっていうの一つが作ってあげないと多分難しいと思う。あー、そっかそっか、うん、そう、それでなんか私の自分のさあれなんだけど、経験なんだけど、私もすっごいちっちゃい時に習い事とかすっごいたくさんしてて、そう、それもう何でも好奇心があるからさ、あ、これもやりたい、あれもやりたいって思っちゃう子だったの、ちっちゃい時から。そう、だからあ、お母さんにこれも習いたい、 あれも習いたいとかさ、なんかもうその辺の近所の子がさ、やってないこととかをさ言ってくるわけよ、テレビとか見てさ、あ、私もこれ習いたいとか軽く言っちゃってたわけよ。なんかそれでなんかお母さんは一生懸命まあ見つけてきてくれて、じゃあちょっとこっからなんか自転車で30分くらいって言ったところにその先生がいるみたいだから、そこまであんた自転車で30分で自分で行けんのみたいなこととか言われて、あ、行く行くとか言ってさ、私も行ってたんだよ。自転車乗っかって、自分で自転車こいで、そういうのとかをまあやってる中で、その結局さ、小さい頃からずっとさ続けて、18歳ぐらいまで続けてた、あ、ピアノ、ピアノとか18歳ぐらいまで続けてたんだよね。あ、そうなんですか。そう、そうするとさ、やっぱりさ、こう習慣する、なんかその、毎日練習するとかがさ、習慣づいてんじゃん、さ、3歳から18歳ぐらいまでやってながら。だからさ、大人になってからさ、その努力がさ、めっちゃさ、何て言うの、楽？別に努力と思ってないけど。ああ、なるほど。だから継続がさ、全然できるっていうか、人が途中で諦めちゃうこととかも、全然、余裕なのよ。なんかその、なんていうの、その、やるのが普通じゃん、だって、うまくいくためには、みたいなさ、そういうペースがあるから、とか仕事とかさ、そういう事業とかもそうだけど、みんながやらないこととか、こう、継続できないことっていうのが、もう別に継続、なんか余裕でできるのよ。なんか、そんなに大変って思わないから。へぇ、そう。やっぱりそういう、なんか、習い事とかも、やっぱりそういう大人になった時に、その、何か続けるっていうのが、そこまでつながってるっていうのが、イメージできると、やっぱり、お母さんの意識も変わりますね。そう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 。だからね、多分、その好きなことを、まあ、もちろんやらせてもらえたっていう環境があったっていうこともあれなんだけど、だけどその一番なんか習い事をこう継続して良かったことって、多分今この50歳になって、あ、やっぱこう努力がなんかその大変って思わないところかなって。なるほどな。だってそれ普通でしょみたいなさ、こう感覚なわけよ。あ、なんかもう歯磨きするように的な。そう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 。毎日の習慣。そう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 。そういう感じで、別にそれはなんていうの、こう、苦じゃないし、大変だと思わないし、だってそうしないとできないでしょみたいなさ、そういう軽い感じなのよね。へぇ、でもそこがすごい、あ、よかった。あ、これが多分その継続することとか習慣化させるっていうことで、結局ほら勉強もほら楽しいと思ってたらさ、ずっとほらずっと勉強が好きな子にまあまあなるわけじゃん。そういう何かこう子供一つなんか、なんか得意なこととか、こうずっと生涯、ね、見つけてあげることですね。じゃあ、見つけてあげると多分その一生の財産になるっていうの、その習慣。そうですね。継続、やっぱり継続できないじゃん、みんななんか。そうなんですよ、そうなんですよ。だからまあ、継続できないのはそれが向いてないか、もしくはや、本人が嫌か、もうやりたくないか、そういうので、やめさせちゃえばいいんじゃないっていう。
ああ、そうですね。なんかまあ、まず親がその子供にその継続できるようなものを見つけてあげるってことと、やっぱあとやり方、うん、子供に合ったやり方を見つけてあげるってことですかね。そう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 。だからさ、例えばさ、ピアノとかもさ、うん、同じ先生で近所の一番近くのピアノ教室とか選んじゃったりとかするとか、その先生と相性合わなかったら、ピアノ好きだけど先生が嫌だから嫌だみたいになっちゃうじゃん。あ、そうですね。そう、先生は大きいかも。そう、先生が大きいのよ、結局は。コーチとかさ、そういうスポーツとかもだけど、コーチとか先生とかさ、その誰に教わるかみたいなのでさ、その結局継続できるかどうか。だから、結構みんなさ、習い事適当に選びすぎてんだよね。ああ、なるほどね。先生をさ、その、だからうちのお母さんすごいなっていうのは、その30分離れてチャリンコできるのかみたいな、そうね、ちゃんとこういい先生をちゃんと与えてくれたっていうところが、やっぱうちのお母さんすごかったなって思うんだよね、なんか。ああ、本当ですね。うん、一応こういろいろリサーチしてっていうか、どこの先生が評判がいいのかとかさ、なんかこう、あれして、それで、そう、うん、だから、そういうなんか、先生重要だね。本当にさ。ああ、そうですね。本当そうですね。やっぱり今なんか オンラインとかでも、まあもちろんさ、できるっていう手軽さもあるけどさ、だから、まあ先生変えるもうなんかね、好きだけど嫌だとか言ったら、もう先生を変えるっていうのがさ、その子の、なんていうの、こう興味とかを、なんかそぐわないで続けさせられるよね、きっと。そうですね。なんか嫌いになっちゃったら、本当ね、何のためにやらしたか分かんない。なんかチームにいる子が嫌だとかさ、あるじゃない。ああ、ありますね。サッカーは好きだけど、コーチが嫌だとかね。なんとかが、子供の友達がなんか嫌だとかさ。そういうのはやっぱり、一回なんか環境っていうかね、別のところに入れてみて、それでもダメだったら、なんかお前向かないんじゃないっていう感じの感じだよね、多分。いや、ほんとそうですね。思います。だから多分、収穫家はね、こう、生涯の、まあ、生涯において、こう、楽に、こう、次のことをチャレンジできるというか、楽に挑戦できるようにはなるね、っていう気がする。いやー、ありがとうございます。そうですね。いや、本当なんか、やっぱり子育てしてたらいろんなね、悩みとかって出てくると思うんですけども、このね、イゲットのゆるトークで、まあ皆さんのそういう日々の、なんか、こんなこと聞いていいのかなとかもあると思うんですけど、やっぱり、もうみんな、あ、それそれ聞きたかったっていっぱいあると思うんですよ。なので本当ね、些細な悩みとかでもね、お受け。そうね、そう。あとでもたまにね、全然ね、答えになってない答えの時もあるから、あれこれ答えかなっていう時はありますけど、またよかったらね、はい。そうですね。はい。概要欄にまたフォームを貼っているので、そちらから質問などありましたら、ぜひぜひ、お願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。